ただいまガラメカ販売強化週間やってますよ。ドロップシップが来るっす。僕が守ってるからね。お礼はいらないよ。ゲームのセーブしちゃうよ。このボタン、ゲームを開いて、オプション、ゲームのセーブ。
ああ、なんだこれ。オイラきっと死んじまって天国にいるんだ。なあ見てよ、僕のホットなブラスター、ブチギレフォンゴイド、宇宙ヘラジカスピーロ、こっちにはブラーグ帝国の攻防超レア限定版まである。ガラクトロンで予約した人だけが限定アイテムと一緒にもらえる。オタクたちコーラから聞いてるよ。ヘリブースターのアップグレードだよね。太っちょあるっすね。会えて嬉しいっす。私はクランク、こっちはラチェットっす。コーラの友達なら友達同然だよ。コーラと僕は友達以上恋人未満だからね。ああそう。作業台に乗ってすぐアップグレードしてあげるよ。投げ直してデータポート接続でバッチリ。試してみて。なかなか似合ってんぜ。ヒーローの殿堂へは簡単に戻れるよ。ここずっと行って駅でロボトレインに乗るのさ。あとはまっしぐら。サンキュー、とっちゃる。惑星ケルバンのアリードしていたら侵略のニュースです。本日午後、ガラクチックレンジャー暗殺を目論むブラーグの軍がヒーローの殿堂を襲撃しました。最大のピンチを救ったのはラチェットという名前のロンバックスとその相棒、あ、これなんて読むの、クランク。ガラクチックレンジャーの隊長キャプテンクォークがこの件にコメントしました。ドタバタコンビの2人はヘリブースターのジャンプでどんどん進む。選ばれたヒーローだけの技であった。ところがクランクの新型ヘリブースター、ボクちゃん並みの能力だね。ここで落ちたら命がやばい。新型ヘリブースターでオバリングライドだ。そう遠くないみたいっすよ。
に勝つと思うな。で止めようぜ。Thank you.
キラーフィッシュなんかわざわざ運んでんのさ。あった動物園かよ。あれは5キロトンの爆薬が詰まってるっす。ヒーローの電動近くで爆発したらヤバいっす。なら急がないと。敵地にパラシュート効果、それともバトルトレーニング。まあ焦るね。お次は基礎訓練でいい。レンジャーを鍛えるためにキャプテンが作ったトレーニングコースで。行ってきね。力を見せる。
年の君も明日になれば大変だ。筋肉痛でね。